猫と日本語。猫和日语。Cats and Japanese。会話の練習。绘画练习。Conversation practice。国籍を言ってみましょう。让我们说说国籍吧。Let's say nationalities。説明の動画はこちらです。概要欄を見てくださいね。最初に日本語が流れます。その後、声に出して言ってみてください。国籍を言ってみましょう。お国はどちらですか？お国はどちらですか？アメリカです。アメリカです。お国はどちらですか？お国はどちらですか？中国です。中国です。お国はどちらですか？お国はどちらですか？イギリスです。イギリスです。どこから来ましたか？どこから来ましたか？ドイツから来ました。ドイツから来ました。どこから来ましたか？どこから来ましたか？ベトナムから来ました。ベトナムから来ました。どこから来ましたか？どこから来ましたか？フランスから来ました。フランスから来ました。さくらさんは何人ですか？さくらさんは何人ですか？日本人です。日本人です。アフマットさんは何人ですか？アフマットさんは何人ですか？インドネシア人です。インドネシア人です。アディティさんは何人ですか？アディティさんは何人ですか？インド人です。インド人です。猫猫ちゃんは日本の猫ですか？猫猫ちゃんは日本の猫ですか？はい、そうです。はい、そうです。空心さんは中国人ですか？空心さんは中国人ですか？はい、そうです。はい、そうです。ハヤト君はフランス人ですか？
ハヤト君はフランス人ですか？いいえ、違います。いいえ、違います。マンデラさんはイギリス人ですか？マンデラさんはイギリス人ですか？いいえ、違います。いいえ、違います。スミレさんはイギリス人ですか？スミレさんはイギリス人ですか？いいえ、日本人です。いいえ、日本人です。アディティさんはドイツ人ですか？アディティさんはドイツ人ですか？いいえ、インド人です。いいえ、インド人です。リカルドさんはアメリカ人ですか？リカルドさんはアメリカ人ですか？いいえ、スペイン人です。いいえ、スペイン人です。繰り返し練習しましょう。よくできました。さようなら。